ダイソーのライトです。分解して利用されている部品を調査しました。パワーエルイーも使われています。このパワー led をガーデンライトに流用します。パワー led だけでは光が四方に広がりません。そこで、ピンポン玉に led を差し込むことで光を拡散させました。150ミリアンペアで20センチメートル前方で160。 側面で120ルックスあり概算で60ルーメンの高速です100ルーメン毎ワット程度の高効率 LED です製作するガーデンライトの回路図です秋月電子で購入した3.6ボルトニッケル水素電池を利用する回路です回路は銅箔基板にマジックで描いたパターンをミニルーターで削って制作します部品は銅箔面にハンダ付けして製作します 小さい基板は両面テープで板に仮止めして、ルーターで削るとやりやすくなります。角の部分はビットを交換して、余計な銅箔を削り取ります。見た目ではわからないショートがあるので、テスターの導通チェッカーで確認します。端のところが削り足りなかったようです。ガーデンライトで使う部品です。銅箔面にあらかじめハンダを持っておきます。 その後に部品をハンダ付けします。はじめに、P チャンネル、パワーモス FET をハンダ付けします。トランジスタをハンダ付けします。三点九オームの抵抗をハンダ付けします。 1 2 0ームの抵抗をハンダ付けします。最後にシリコンダイオードをハンダ付けします。マジックで銅箔面に端子名を記入しておきます。これで電子回路の製作は完了です。 ダイソーで購入したドリンクボトルをガーデンライトのケースに利用します。この仕切りに3ミリのドリルで穴を開けます。仕切りに合わせて電池ケースにも穴を開けます。長さ15ミリのネジで電池ケースを仕切りの内側に取り付けます。電池ボックスが仕切りにぶら下がる構造です。2つある電池ボックスを並列に接続します。 黒い線をグランドに赤いプラスの線は基板の b をマークしたところにハンダ付けします。基板は両面テープで仕切りの上側に貼り付けます。6v333 ミリアンペアの太陽電池です。ドリンクボトルの蓋に接着剤で接着します。蓋に穴を開けて太陽電池の電線を引き込みます。隙間から水が侵入しないように。 蓋の外周に沿って接着剤を十分に塗布します。念のために、線を引き込んだところにできた隙間に、シリコンシーラントなどで防水処理をします。ダイソーのライトから取り外したパワー LED を内蔵したピンポン玉です。接着剤を使って電池ホルダーの底に接着します。電子回路にハンダ付けします。 太陽電池の出力をハンダ付けします。ガーデンライトの製作はこれで終わりです。最後に電池に組をホルダーに装着します。未使用の電池は放電しているので、はじめに太陽光に当てて充電する必要があります。ここで少し、太陽電池の汚れについてお話しします。この電池は、おおよそ6ヶ月間利用したものです。かなり表面が汚れています。汚れを落とすために、 2000番の紙やすりで水をつけながらこすりました。その結果、かなりきれいになります。さらに車のヘッドライトクリーナーで研磨して、表面の汚れは取り除けました。しかし、再度汚れが目立つようになったので、研磨の後に車用のガラス系ハードコート材を塗布して保護しました。現在、太陽電池はきれいな状態を保っています。日当たりの良い場所に半日ほど置いて、 太陽電池で充電しました太陽電池に光が当たらないようにすると LED はこのように点灯しますドリンクボトルに入れて蓋を閉めます防水のため、念のために蓋にビニールテープを巻きます太陽電池に光が当たらなくなると FET がオンになり LED は点灯しますこれでガーデンライトは完成ですこのガーデンライトは太陽電池と充電電池の性能に余裕があり 冬でも一晩中 LED が点灯する、電源容量が大きいので大変明るいガーデンライトである、回路を密閉しているので市販のガーデンライトより耐久性がある、などの特徴があります。現時点で半年以上利用していますが問題なく動作しています。ぜひ自作してみてください。